日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？ロマンの春、リエの日本大捜査、スプリングバケーション in Japan。 今週は紀伊半島アドベンチャー第3弾、三重和歌山大発見第1章、四日市。香港から約3時間半、到着したのは名古屋の中部国際空港です。到着、わあ、名古屋、そうだよ、ね、名古屋から入るのジャパナビでは初めてだよ。そうだよ、名古屋から帰ったことはあったけど、名古屋から入ってくるのは初めてなんだ。うん、なんかすごい横断幕があるんだけど、大歓迎されてる。誰だろう、多分大民生。あ、私も待つ。あ、どこで待つか。大前だ、大前、よいち、大前、リエさん、リエさん、リエさん、こっちこっち、リエさん、杉崎さん、はい、ご無沙汰してます。あ、ご無沙汰してました、お久しぶりです。見てください、全部杉崎さんが手配してくれたんですか。はい、あの三重県でジャパナビの皆さんを歓迎したくて用意しました。三重県がこんな空港で大歓迎を、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、わざわざありがとうございます、ありがとうございます。わい、はい、仕事だよ。仕事じゃないんだよ。仕事だよ。何やってんの、うん、何やってんの、早く出てきなさいよ。運命じゃないんだ。はい、仕事、杉崎さん、ね、覚えてる、杉崎さん、ジャムさん、こんにちは、久しぶりです。うん、覚えてますか。覚えてますよ、もちろん。ジェームです。ジャムさんです。はい、はい、もう今日からじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そろそろリムジンはどこですか。リムジン、ジャムさん、今日はね、レンタカーなんです。レンタカー、はい。あ、じゃあ運転手はレイヤー。バン、じゃあこれは中部国際空港は空港直結でレンタカーショップが軒を連ねている便利さが魅力。香港出発前に予約をしたこちらのお店で、まずはレンタカーの手続きスタート。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。書きください。わい、乾杯。もっとその前に手続きとか聞くこととかいろいろあるでしょう。おお、すみません、あの道全然知らないんですよ。はい、はい、だからカーナビは全部についてますか。はい、あのワゴン車、乗用車ついておりますので、ご安心ください。はい、ご安心ください。はい、僕英語しかできないんですけど大丈夫ですか。あ、はい、あのナビゲーションも英語、韓国語、中国語がございますので、はい、大丈夫です。大丈夫。あ、英語しか喋れないとか今言った。何言ってんの。ハロー。あの日本の冬は雪が心配なんですが、はい、これから三重県向かうんですけど、はい、雪は降りますか。あ、そうですね、三重県の方雪多少は降りますが、積もるほどではないもんですから大丈夫です。じゃあ運転しやすいですね。そうですね、スピードにはくれぐれもお気をつけいただいて、安全運転でお願いいたします。はい、安全運転いたします。行こう。いたします。わい、鍵はここだ。なんで持ってんの。ドライブの旅スタートです。三重県へゴー。名古屋を離れ約55キロ、1時間のドライブ。最初に訪れるのは三重県四日市市。日が暮れた今がまさに今回最初の観光に最適な時間です。もう夜ご飯の時間なの、なんでここに来るんだよ。工場、工場来るめ、いいね。 No No 工場夜景。工場夜景、ティーシンが工場夜景綺麗わけないよ。綺麗なんだって、すっごいかっこいいんだって、日本で今大人気。嘘でしょ。本当だもん。ちょっと見てくる。海沿いに工場群が広がり、煙がもくもくと上がる四日市コンビナート。夜になると強い光を放ち、今日本で注目を集めている工場夜景に大変身。わあ、綺麗。これ綺麗。これ何、これ。これが今日本で大流行りの工場夜景。工場夜景かも。 SF っぽいよね。宇宙みたいね。うん、ギャラシー。すごいかっこいい。でこれって夜景のためにこうやってこんな夜遅くまで電気つけてくれてるのかな。知らんよ。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これ、この下のライト、はい、わざわざつけてくれたんですか。
いえ、こちらはですね、工場の安全確保のためにつけられているライトですので、わざわざ夜景のためにつけているわけではありません。そうなんですか。じゃあもういつも来てもこんな感じ。いつ来てもこんな感じです。はい、今何？いや、定休の時期があってその時はちょっと少ないですけど。あへ、今すごい大人気ですよね。今大人気です。うん、あとあそこ、こう夜でもああやって煙が出て働いてるんですね。煙、何の煙、あれ煙っておっしゃ、皆さんおっしゃられるんですけど、あれは実は煙ではなく水蒸気でございまして、あれは水蒸気、はい、水蒸気です。何の水蒸気かというとですね、まあ、有害なものを燃やして、ほとんど無害な状態にするために、して放出するための水蒸気です。さあ、四日市一番有名なものは何ですか。はい、四日市で一番有名なものは工場夜景。工場夜景と、トンテキです。トンテキ、はい、トンテキって、トンテキはですね、 B 級グルメで食べ物、はい、食べ物です。四日市名物。四日市名物です。へえ、食べたら成果食べるんですか。はかもしれないです。かもしれない。食べたい、行こう。夜景の後はディナータイム。訪ねるのは四日市おすすめのご当地グルメ、トンテキの老舗です。トンテキ定食。トンテキ食べたらどうなる。背が伸びるんだよ。かもしれないよ。かもしれないよ。じゃあ席行こう。うん、おい、もうかまー、いいよ。トンテキ。トンテキ、トンテキ、チューしちゃうじゃん。そうだよ、これじゃーん、グローブの形、昔からこういう風に切ってるんだって。6本なんだけど、なんかグローブっぽい。だからね、常連さんになると、うん、グローブ1枚サブトワンバー、かっこいい、ね、うん、食べましょうよ。美味しそう。わ、なんかこれ何？これ、これ何？これ。ニンニク。あ、爪かなと思って。おお、ニンニクだよ。ニンニクとキャベツもたっぷり。すごいがっつりとした食事だね。うん。ニンニクだよね。おいおい。うん。四日市のトンテキは最近すごく注目されてるんだって。なんで？B 級グルメ。三重はね、名物がたくさんあって、桑名のハマグリ、それから松阪の松阪牛、それから伊勢島の海鮮。なるほど。で、四日市にはこれがすごい名物っていうのがなかったんだけれども、実はこのトンテキのお店がすごくたくさん四日市にはある。あちこちね。で、四日市の人たちはみんなこれが大好き。もう今すごい急に大人気だって。おいしいじゃん。おいしいじゃん。こんな感じだね。うん、そうだよ。すごいよ、この厚み。ほら姉さん、話変わるけど。変わる。あれ見て、あれ、ゆべみたいなね、これ。まあ、何それ。ずっと見てたんだ、これ、うん、ほらチップスだよ、チップス。何、トンチップス。ちょっと開けてみよう。何勝手に貼ってくる。こんな感じ。すいません、はい、これは何ですか。当店オリジナルメニュー、トンチップス。チップス？はい。ポテトチップス？ノー。トン、豚。トン。あ、豚なんだ。はい。豚肉。そう。あ、じゃあこれちょっとお願いします。はい。ありがとう。食べたいです。はい、ありがとうね。はい。はい、かわいい。かわいい。お菓子みたい。あ、ナッツみたい。どこの部分？これ、豚の。油。油。背脂。背脂。ああ。わ、美味しい。香ばしい。香ばしい。うん。スコービールに合いますよね。うん。サクサクしてる、うん、でこのお店は、はい、三重の方、あの四日市の方たち、はい、皆さんにこうトンテキだったらって言って勧められたんですけど、はい、なんでそんなにトンテキで有名ですか。トンテキ、あの発案された方がライライ軒の店主さんなので。あ、はい、そうなんだ。元祖です。元祖、はい、これを食べると、はい、背が伸びるという噂があるんですけど本当。パワーがつく。あ、パワーがつく、はい、つく。背が伸びないんだ。伸びるかもしれないよ。そうか、ね、やる気満々なんですよ。やる気ね、はい、やる気ありますよ。はい、やる気満々、はい。